今ですね、10月3日お昼、ここですね、六本木のスターバックスで今作業しております、というのはですね、今回ちょっと東京来るにあたってどうやって来ようか考えたんですが、レンタカーの改装で来ようかと思いましてですね、レンタカー改装会社にですね、どこ行きたいっていうリクエストをあげれるんですね。で、今回の場合で言えば、9月の30日の8時から、10月1日15時という31時間かけて東京に行きたいというリクエストをあげてみました。で、これはですね、必ずしも行けるとは限らないっていうことなんですが、今回どうなったんでしょうかというようなことを記録に撮ってみました。ではどうなったか見ていただきましょう。どうぞ。ですね、ただいま11時15分ぐらいですね、8時前に高槻出てですね、一番初めの車をピックアップするのに、3時間ぐらいかかる。遠いね。ということでですね、今初めての車をピックアップしてですね、中国縦貫をですね、東に向かって進んでおります。今葛西パーキングエリアでございます。堺に乗車してですね、ちょっとまだ大阪をぐるぐるしながら、行きたいと思ってます。ということでですね、どんどん進んでいきたいと思います。それでは、はい、ただいま13時20分ぐらいですね、無事堺の方に納車が完了しました。東京行きたいって言ってるのに姫路行け言われたりですね、堺に納車しろと言われたりですね、まあ、こんなもんすけどね、毎回。ということでですね、いつになったら関東に向けて出発できるんでしょうか。もうちょっと先になりそうです。それでは頑張って次の場所に行きたいと思います。それでは、はい、今伊豆に大津港でございます。でですね、今大阪市の西区の九条の方にですね、ハイエースを納車しに行こうと思っております。はい、これもですね、全く東京駅とは関係ない、大阪市内の会場となっております。ですね、ただいまですね、9月30日のですね、19時15分、7時15分ぐらいですね、ですね、今ですね、どこかと言いますと、自腹でですね、高速を乗って京都南まで、着いてから京都南まで行こうと思ってですね、今桂川のパーキングエリアでございます。やっとですね、東京に向けて、スタートしてきそうな感じでございます。今ここカメラを車に設置しました。で、ブツ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 今からですね、いろいろな、内部事情とかです、内部事情っていうほどでもないですけど、まあ、いろんなことをですね、喋りながらですね、東京を向かいたいと思っております。特にですね、このレンタカー改装の仕事で、こうやって、自分のリクエストを聞いてもらえるというお話をですね、しながら行こうかなと思っております。それでは、随時ビデオ回していきたいと思いますんで、東京までお付き合いよろしくお願いします。はい、京都南のインターチェンジに近づいてきましたので、このまま京都南で降りたいと思います。板から乗ったんですけど、いくらかかるんですかね。40円ですね。1040円でだいたいですね、1時間ぐらい得したって感じですかね。でですね、こっから、無料のトンネルを抜けていきます。十条回ってもいいですし、十条の手前を回ってもいいですし、右に曲がってですね、行くって感じですね。はい、スタートしました。はい、十条通りから行くことにしました。はい、十条通りを右に曲がります。
ていくと稲荷山トンネルというトンネルの入り口になってですね、山科の方まで抜けれる無料のトンネルがあります。こちらの方抜けていこうと思っております。でですね、このレンタカー改装っていう仕事でですね、それをメリットの一つとして今回みたいにですね、僕が東京に行きたいというとですね、大体その東京の付近まではですね改装を用意してくれることが多いと言えます。 100% ってことではないんですけど、向こうも大体約束はできませんよって会社側も言うんですが、大体成功してますね僕の場合でも。過去ですね、例えば福岡に行きたいということでリクエストを出してですね、改装この時期に時間に入れますと、いうことで申請を出せばですね、大体、新山口ぐらいまで行かせていただいたりですね、あるいはもう近くでですね一回和歌山にオープンしたいとかっていう話をしたらですね、一応和歌山まで、ちゃんと組んでくれたりですね、あるいは、新潟に行きたいというリクエストを出したんですけど、新潟はさすがにちょっと薄いよねっていう話になっててですね、大阪からであれば妥協して、富山か、そうですね、福井以降で、福井か金沢か富山あたりでっていう話をさせていただいて、2回僕出しましたね、そういえば。その時は、新潟まで行かせていただいたのが1回と富山までが1回というような状況でございました。そう考えると僕の場合は今のところは、100% こういうリクエストを叶えていただけるというような状況になっております。ただですね、今日みたいにその東京行きとは全然関係ない階層をですね、割と前後につけられたりすることもね、なきにしもあらずですね、はい、前も福岡行くのに72時間ぐらい申請出したんですかね。そうすると大阪2日ぐらい回って最後の1日ぐらいで、福岡に向けて階層が入ってくるというような状況でございました。ですので、それほど長い稼働申請出さなくてもいいのかなと思いながらですね、やっぱり、その会社の方もですね、いろいろとありますので、長い申請出していただきたいんじゃないかなと思っております。調整しやすいですしね。はい、と言ってる間にですね、稲荷山トンネルの入り口に来ました。はい、トンネル抜けてですね1号線はですね滋賀県の方に走っております。ですねバイパスとですね1号線の分かれ目でございますね。今からですね、私は湖西道路の方に、入ろうと思っております。湖西道路の方に入って間ので降りて、琵琶湖橋を渡る。はい、湖西道路でございますが、夜走ると快適ですね。間ので口でございます。はい、琵琶湖橋を渡っております。ここから登山道路の方に入っていきます。はい、ここからですね近江八幡まで行きますね。近江八幡からちょっとだけ8号線を走って、メインは421号線、これがですね近江八幡からですね、桑名に抜けてる道なんですね。はい、今ですね、
近江八幡の辺りを走っております。ですね、湖岸道路からですね、一旦近江八幡の市内をちょっと抜けてですね、8号線の方に出てですね、そこから421号線の方に出たいと思っております。はい、信号見えてきましたね。あの信号を右の方に曲がっていきます。はい、近江八幡の市内に抜けてですね、8号線にやってまいりました。しばらくちょっとだけ、北の方に向かって進んで、その後じゃあ8号線入ります。はい、裏道を抜けてですね、421号線というのにですね合流をしますという感じでございます。ここの踏切をよいしょ渡ってだいたい、この感じのずっと山道が主な道でございます。ということでですね、ちょっとですね冬場になって、雪がつき出すとこの辺ちょっと雪になったりしますが、今ぐらいの時期であれば、割と快適にですね、行けるんではないかなと思っております。それでまあ桑名あたりまでですね出るとですね、名古屋まで結構近いというような道でございます。はい、ということで、どんどん進んでいきたいと思います。はい、ただいま21時56分ですね。421号線はですねだいぶ桑名市内の方に入ってきております。あとですね、もう少しで青になった。あとですね、もうちょっとしたら256号やったっけな、ちょこっと行ってですね、23号線の方に、もう入っちゃいます。そうしましたらですね、23号線のところからですね、どん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 23号バイパスというのに乗ってですね、東の方にずっと進むというような段取りになっております。そうですね、だから421って信号がほとんどない、まあ、ほぼ山道なので僕はよく通って名古屋の方に行っております。まあ、これを通るかもうちょっと下は163から遠阪国道25号線のルートか、上を行けば21号線、関ヶ原越えみたいな形のルートか、まあ、よく通るのはその3つぐらいですかね。本当に雪が厳しい時とかは、1号線を通ることもあったりしますが、そういう形で、だいたい名古屋入りをしているという感じでございます。はい、ではまた続き動画撮っていきます。はい、251号線かな、の方に合流していきます。はい、これ256号線かなに入りました。こんな感じ、258ですね、すいません。はい、来ましたね、名古屋の合流地点、それで23号線に合流してですね、名古屋方面に向かっていきます。あとはですね、前名古屋から東京までの動画も撮っておりますので、一応名古屋から東京までの省きます。
はい、おはようございます、塩民です。ただいまですね、9時の19分ぐらいです。ですね、その前のビールって言ってましたっけ。一応ですね、7時前ぐらいですかね、にですね、現場近くまで着いたんで、一回快活クラブの方に入ってですね、仮眠取ってですね、シャワー浴びて、ちょっとご飯食べてですね、出てきました。今からですね、ユーザーの元に納車しに行きたいと思いますので、また動画を回します。それでは、No end in sight.